皆さんこんにちは資格のわら社会保険労務士講座経験者合格コース第22回の講義です私担当の金沢ですよろしくお願いいたします、えー、今回は健康保険法の2回目ということで48ページから92ページまでです、えー、それでは48ページをお願いします、えー、資格の6番随時改定からと、えー、なります 前回ですね標準報酬月額の決め方ということで取得時決定定時決定というですね、まあ、レギュラーなものを見てまいりましたが、まあ、今回はイレギュラーなものということでこの随時改定などを見ていきます。でまあ標準報酬月額基本的には定時決定によって決まった金額を1年間使っていくっていうことで、まあ、その1年の中で多少の残業の高によってですね えー、報酬に変動があったとしても、まあ、基本的には、えー、反応せずですね、えー、そのまま定時決定の標準報酬月額を使うんですが、えー、その固定的賃金などでそのベースが変わってでその上で、えー、その報酬月額に大きい変動があった場合に関しては、えー、この随時改定というのを行うということになります、まあ、主にその1年の中で昇給、まあ、や高級ま給、あ、ベースが変わった場合ですね、えー、に関して行われるのがこの随時改定ということで見ておいてください。 それがですね、鍵の一番改定の方法ということで、一定の場合ですね、この標準報酬月額を改定することができるっていう言い方になっています。あの定時決定などについては、定時決定ですね、改定を行うっていうことで、必ずやるような表現になっているわけですけれども、随時改定の場合は、イレギュラーなものですから、改定することができるっていうことで、その保険者のですね、再利用っていうのが、 えー、あるっていう表現になっておりますで鍵の2番の改定の要件の部分ですが、えー、こちら条文表現としては、えー、継続した3ヶ月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額、えー、っていうのがですね、まあ、従前の額と比べて、えー、著しく工程を生じた場合にで保険者が必要であると。 保険者等が必要であると認めた場合に行われるということになっています。でその具体的な要件がその下の1、2、3の要件ということでこの1 2,、2、3はいずれもですね該当するすべて該当して初めて随時改定が行われるということになります。でまず、丸の一番が昇給・高給など固定的賃金の変動があったことで丸の二番が継続した3ヶ月間に受けた報酬の 平均額と、えー、現在の等級との間に2等級以上の差が生じたこと。で、丸の三番が3ヶ月ともですね、えー、報酬支払い日数が17日以上あることっていうことになっています。まあ、この17日の部分は、えー、特定4分の3未満短時間労働者の場合は11日になると、えー、いうことになります、えー。固定的賃金の変動があった。で、2等級以上の差が生じた。で、3ヶ月とも17日以上だという要件すべて満たして、 随時改定が行われるとということになりま,すまあしたがってですねその吹き出しにある通り、まあ、二等級の差が出たとしてもですね固定的賃金の変動がないよっていう場合は随時改定は行われませんしです、ね、でまた3ヶ月とも17日ではないとその17日目の月が混じってるよっていう場合はですねこれはもう随時改定は行わないっていうことになっております。 で掘り下げていきますと、49ページの1番ですね、固定的賃金の変動っていうことで、まあ、こちらですね、えー、現物給与の標準価格が、大臣の告示の改正により、まあ、単価の変更があったという場合でも、固定的賃金の変動にこれ、該当するということになります。まあ、つまり、昇級や高級っていうですね、まあ、狭い意味にはこれ、限られないんですね、固定的賃金の変動っていうのは。えー、まあそういうふうに捉えてもらえれば結構です。 で2番のです、ね、2等級以上の差が生じるかどうかの判定については非固定的賃金も含めて判定するということで、まあ、これはまあ残業代も込みで判断すると、えー、いうことですね。で、まあ、基本的には比較対象っていうのが、えー、定時決定で決まった報酬月額なわけですよ。で定時決定の報酬月額って、まあ、残業手当込みでやってるわけですから、まあ、それとの比較っていうのはやっぱり残業代込みで、えー、2等級以上の差が生じるかどうか見ると、えー、いうことです。 で3番ですが、まあ、こちらは特例のパターンですね2等級以上の差が生じなかったとしても、まあ、実質2等級以上の差が出てると考えて、えー、数字書いて行うよっていうことですねで、まあ、これはですね、あのーまあ、上限頭打ちと下限底打ちのケースに起こりう話っていうことで、えーまあ、そ例えばですね、あのーまあ、現在49等級の方が もう例えば100万円200万円極論1億円昇給があったとしてもですね、まあ、50等級にしかこれならないんですよ、まあ、50が一番上ですかね、えー、ご飯は一切食わない郷ひろみさんで50等級が一番上、えー、なんですよそういう場合ですねあのー、まあ形式上は1等級しか上がっていなくてもこれ大幅な昇給があったよと、えー、まいう場合に関してはまあ実質2等級って考えて、えー、数字書いて行うよっていうことですねでその大幅なアップの 基準っていうのがこの141万5000円をまたぐっていう条件っていうことになります。141万5000円をまたぐ昇給があったという場合はこれ実質2等級ってことですね。で一方で加減の底打ちのケースなんですが。 まあこちらはですね例えば今現在2等級の方が高級して1等級になったって場合でも、まあ、これどんなに下がっても1しか下がらないわけですよね。で彼も大幅に下がったっていう場合は実質2等級差って考えて、えー、数字改定の対象にすると。で、まあ、その基準っていうのがこの5万3000またいで下がったっていう。 ことになります、まあ、以上まこの部分はまあ一等級差でも改定が行われる場合があるっていうのとその基準っていうのが141万5,000円またいだ場合と、えー、5万3,000円またいだ場合っていうですね、まあ、それで抑えてもらえれば、えー、結構ですでまあ覚え方は何でもいいんですが、まあ、5万3,000と141万5,000円なんであの、まあ、ゴー田さんの妹ジャイ子 っていうまあ、突然ドラえもんのですね、まあ、ジャイアンの妹、えー、が、えー、ジャイ子っていうんですけどもゴーダさんでゴマ万さんで,で妹ジャイ子でイ,デイチマンで1万でジャーイ子で415みたいな、まあ、そんな感じでも、えー、いいのかなっていうです、ねえー、とこでご紹介させていただいた次第です。はい、で、えー、そのテキスト戻ってですね、えー、4番ですが一時気球に伴う随時改定ってことで、えー、書いてますけども括弧の、えー、2番ですね えー、定額な、えー、休業手当の、えー、支払いが継続して3ヶ月を、えー、超える場合に行うよっていうです、ねえー、ことになります。まあ、その一時期給があってで休業手当が払われるという場合ですね、まあ、随時改定の対象になりえるっていうです、ねえー、ことになる、えー、わけですけども。 でその休業手当の支払いっていうのが3ヶ月を超える場合に行うよっていうことで書いておりまして、でまあ、これ、吹き出し欄ですね、まあ、縦長に書いておりますが、まあ、その真ん中辺たり3ヶ月を超えるっていうのは、えーまあ、月単位で計算するっていうことになっていてで、この2月、3月、4月で見るよということですね、その2月の10日に一時帰給を開始した場合は、2月、3月、4月で3ヶ月ってまあ考えるよと。 したがって、えー、それをまあ超える、3ヶ月を超えるっていうのは、その5月1日のことを言うよっていうですね、えー、ことを言っています。まあ、したがって、5月以降の標準報酬月額が随時改定の対象になると、えー、いうことですね。ただ、最後の行のお書きですね、えー、5月1日現在で一時期給は解消しているという場合に関しては、えー、3ヶ月を超えたという状況にはならないので、えー、随時改定は行われないというところも合わせて見ておいてください。 で50ページの鍵の3番ですね、報酬月額の算定っていう部分ですが、まあ、こちらは変動月以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で割って計算するよということになっております。で改定時期としましまては3ヶ月平均で 著しく工程が生じた月ということになっておりましてで、まあ、それがまあ基準になるとで3ヶ月平均で著しく工程が生じた月というのはま条文表現なんですが、まあ、下の図解で言うところのまあ4月に当たるわけですねだから4月がまあ3ヶ月目で、まあ、これで3ヶ月平均でって言えるわけですねでその翌月ということですから、まあ、図の例で言うと5月ということになります でまあ、これをまあ固定的賃金の変動月からっていう、まあ、言い方をすると、まあ、この図で言うとまあ2月なので、えー、この2月から3月4月で5月では4ヶ月目固定的賃金の変動月からこの4ヶ月目っていうですね、えー、まあから改定されるよというです、ねえー、ことになってるということで、えー、見ておいてください。 いうことになりますでその下1番ですが、遡って昇級が発生した場合の改定時期、えー、っていうことを書いてます。でまあ、その場合の固定的賃金の変動図、使った話なんですが、まあ、同じような図をですね、こちらに書いております、えー、けれども、まあ、こちらのですね、ご覧いただきますと、えーまあ、例えばですね、まあ、この例でいうと、 5月に昇給があったと。まあ普通のケースですね、普通のケース。その原則のケース、まあそのポイントの一番の話じゃなくて、その一個前の原則のケースで、まあ5月に昇給があったという場合、この5月、6月、7月の3ヶ月間がそれぞれ30万から36万に上がったという場合、この合計すると108万で、で3で割って36万。 で従前の30万と比べると2等級以上の差が生じていると、まあ、いうことに、えー、なりますので、えー、その3ヶ月経ったところの翌月だ固定的賃金の変動付けの4ヶ月目から、えー、随時改定が行われて36万円になるよってです、ねえー、ことになります。まあ、それがまあ鍵の4番の枠囲みの話ですねで。一方でその下1番、えー、遡って昇給が発生した場合の話、えー、なんですけども、まあ、こちらは例えば。えー まあ5月に30万の給料が払われた後にまに、あ、6月に昇給が決定されてで、まあ、5月まで遡ってまっ、あ、て5月の給料も払っちゃったけれども、えー、5月まで遡って昇給するよとその5月払えなかった分は6月に払うねっていうのが訴求昇給と、えー、いうことになります。 えー、この30万から36万に昇給してでその6万の昇給というのは5月に遡ったとでその5月に払えなかった6万の昇給分っていうのを、まあ、6月に払うという場合じゃあ固定的賃金の変動図きいつかって話なんですが、まあ、健康保険はその実際の支払いベースで考えると、まあ、いうことになっているので、えー、その実際の昇給分が払われたのは リアルに払われたのは、これは6月ってことなんで、この6月はこれ変動月ということになって、そこから4ヶ月目の9月から随時改定が行われるということになりますま。それがまあ1番に書いてあるですね、差額支給のあった月、差額支給だったっていうのはこの6枚の部分ですね、5月に払う、遡って払うことができなかったこの6枚の部分が差額支給ですね、からまあ随時改定。 の固定的賃金の変動月になるよというですね、まあ、ことが、えー、書いてあると、えー、いうことになります。で51ページのですね、えー、2番、えー、遡って高級が発生した場合も、まあ、昇給と同じ扱いということで大丈夫です。で3番ですが給与計算期間の途中で、えー、昇給した場合の話ですね。 でこの場合のです、ねまあ、昇給というのが、まあ、1行目一ヶ月分が確保された月を固定的賃金の、まあ、変動月というです、ねまあ、ことで考えると、えー、いうことになっています。その支払いのあった、えー、月ということですね。まあ、例えばということで、えー、当月末締めの翌月払いの給料で,で当月の、えー、15日以降の給与単価がまあ上昇した場合ですね。 でその上昇分の支払いっていうので考えた場合例えばその5月分5月15日から5月31日までの昇給分っていうのは えー、この6月の末に払われると、まあ、いうことになるわけですけどもでそれってまあ月の半分分しか昇給してないので1ヶ月分確保されてないわけですねその翌月じゃなくてその翌々月で翌々月になると、えー、1ヶ月まるまる昇給分が反映されてるってことになるので、えーまあ、それを、まあえー、固定的賃金の変動月と考えるよっていうことが書いてます。その1ヶ月分が確保された、えー 月っていうのを、えー、固定的賃金の変動月と考えるということで見ておいてください。で四番休職中に固定的賃金の増減が、えー、あった場合っていうことですねに書いて、えー、おります。でまあ休職中はまあ元々定額の休職給食金をもらってるっていうことですので、まあその間に固定的賃金の変動があっても、まあ、それは考慮せずに、えー、給食が終了して通常の給料支払いに戻った月以降を 以降3ヶ月間で見るとその通常の給与支払いに戻った月から、まあ、固定的賃金の変動があったと考えるっていうです、ね、ことになっていますで5番ですが、まあ、こちらもですね、まあ、産休育休の無給期間中に昇給があった場合で、まあ、これも給料もらってない間に、まあ、昇給・高給があってもですね、まあ、それは考慮せずに、えーそのまあ、産休など開けて産休育休が開けて、まあ、実際に変動後の報酬を受けた月からですね えー、この起算月きとして改定すると固定的審議の変動月きと考えるよと、えー、いうことになっています。まあ、この辺がまあ改定時期ですで鍵の5番の有効期間に関しては、まあ、これはまあ8月までっていうですね、まあ、ことになるわけですけども、まあ、この8月までっていうふうに考えた場合、えー、これはまあ前回もご説明した内容ですが、まあ、8月までっていうのは、まあ、つまりはその年の定時決定が 定時決定による標準報酬月額がまあスタートするまでっていうです、ねえー、ことになります。まあ、したがってその枠の中の丸の2番、えー、改定月が7月から12月の場合は翌年8月までっていうのは、えー、その年はまあ定時決定が行われないよっていうことを案に言ってるってことですね。なんでまあ翌年の8月まで使えますと、えー、いうことになります。まあ、つまりこれ7月に改定するっていうことは、えー、算定基礎は4月5月6月分ってことはまあ定時決定と同じ。 算定基礎ってことになりますから随時改定を行って定時決定もするっていうのは二度手間っていうことになるのでこの7月改定の場合はその年定時決定は行われないとつまりは随時改定による標準報酬月額はこれ翌年の8月まで使いますということになります。 まあそれが前回見た定時決定が行われない場合の47ページの鍵の4番の枠の中丸の2番ですねの話に繋がってくるというところで見ていただければ結構です以上が数字改定です。